マサルマルアツヒロは、日本の検察官、法務官僚、弁護士、大阪府大阪市生まれ、長高等学校を経て、1974年3月、東京大学法学部卒業、1976年4月司法修習、1978年東京地方検察庁検事、1989年7月から1992年、 在ドイツ日本国大使館一等書記官、2000年6月法務省刑事局刑事課長2001年6月法務省刑事局総務課長2003年1月法務省大臣官房会計課長2005年4月法務省大臣官房審議官2005年12月福井地方検察庁検事制2007年6月水戸地方検察庁検事制 2008年10月、埼玉地方検察庁検事制。2010年1月最高検察庁、公安部長。2010年12月、高松高等検察庁検事長を経て。2012年、広島高等検察庁検事長。2014年退官、弁護士登録。現在、第1東京弁護士会所属、芝総合法律事務所、オブカウンセル。 京都大学公共政策大学院非常勤講師。京都大学法科大学院非常勤講師。1996年から1997年、司法試験交際委員。1996年から1997年、法制審議会幹事。2010年に本弁護士連合会、資格審査会委員。2015年を帯びビス取締役。 2017年島の取締役。2018年6月1日、日本大学アメリカンフットボール部における反則行為に係る第三者委員会委員長に就任。ありがとうございます。